2弾第2弾夏希のオーリー奮闘記オーリーフ2今日何時間かけるもう2時間です止めるまでじゃないですか、まあ、サクッと今日は止めますあれから滑ったあえて滑ってないですあえて何があえてなのやっぱボリューム2なんで、うん、やっぱ滑ってなんか練習してボリューム2でいきなり飛べてたらちょっと面白くないかな余裕だねいやまあでもちょっと分かんないけどサクッとやって早く帰りたいじゃあ夏希はいこの間こんなの飛べなかったじゃんこんなやつコーンのコーンのこんなやつだからそこに段差あるからあれを登る練習からだこの段差っすかそうそうそうこれオーリーでピョンっておーなるほど余裕しようそれを押せば食えますそれやったらあの物を飛んでもらおうかなこれを乗ることを覚えてから夏希のあれでしょ目標はとりあえずセットコーンじゃん踏みコーンじゃんいやほんと早く借りて早く終わらせましょうそれ俺の言葉なんだけど復習から始めますうん、後ろ蹴りになってる下だよ下今の後ろだないやー、めっちゃ1週間ですかね何が1週間空きましたかそうだね、約1週間ぶり スタンスがさ、ちょっと後ろ足角度入ってるじゃんねそう、ガニ股みたいにそれをあえて、もう スノーボードでいうゼロ度にしたじゃない。もうそればっかやってたら疲れちゃうじゃん。ちょっと走りながらやった方がいいんじゃない。この辺で適当に。ごめんだっけ。とりあえず夏希は前足はもう後でいいからテールをちゃんと叩くことを意識しないと、はい、すげえもう飛び降りるのかと思った今いやもうその辺でやべえじゃあもういきなり登ってみるあっちからまっすぐプッシュしてきてピョンとそのなんかコツはコツとりあえず最初から飛び乗ろうとはしなくていいけどポンってやって引っかかっちゃっていいから最初は飛び乗るんじゃなくてこれでいいかこれをやって慣れていったらこれで濃度を踏むってことを覚えるしあ引っ掛けてからそうそうだから この練習でやりながらああもう飛べるなと思ったらしっかり降りてまずステップ1がそう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 ステップ2がからなんかねそれはできるときにやればいいステップ1の時点でもやればいいしただとりあえずまず引っ掛けるそうやってるうちにこう
ものをさ飛び越えるっていう動作に繋がってくるから、これが、はい、で物ってさここにあるけど落差もあるわけじゃん。こうやってこれを飛んだらこっちから来たらこの落差があるわけじゃん。その分を耐えなきゃいけないじゃんね、普段この空中で。でも夏希とはさこないだやっててもさ物飛んでもすぐ足ついちゃうじゃん。だから飛べないでしょ、空中で耐えれなくて。これだったらさ耐える必要が特にそれほどないじゃん。上にふわって乗ればいいから、まずこれで練習。そうだから最初はもうかける、いやかけるっていうのをやってると物を飛ぶこの距離とかも掴んでくるから、で飛べるなって時に飛び乗る、飛び乗っちゃう。 OK、 よしやってみよう。毎回こうなるで、今スピード出しすぎてっから引っかかってズッて行っちゃうわけじゃん。まず飛べないんだから。だから最初はそこまでスピードつけないで、ちゃんと飛んでかけるっていう意識をすれば、今のだと勢いだけでもいけちゃうからさ。これ練習になるかも。あはははじゃねえし。じゃあ単純にこの高さを飛び乗る練習ができれば、このスケートデッキ横一枚は確実に飛べる。そうです。あ、なるほど。だからこれさ、俺昨日来た時にあのセットコーンをさやったんだよ。したらあのこの間夏希が飛んでたのよりちょい高いぐらいなの、実は。あ、これですか。そう。へえ。今ので慣れてちゃんと、今のはさちょっとねデッキがこう乗って、ここでこう前で耐えたからギュッて乗った感じなんだよ。今のこうちゃんと上にポンとは乗ってないの。あ、はい、だけどそれを何回もやってれば、でその今こうやってるうちにさ慣れてきたら、今度飛び乗ろうって思ってやればいいんだよ。でそれが乗れるようになった時ってもう多分これが飛べんだよ、この間のが。なるほど、面白いですねこれは。ちょ、一回さちょっとスピードつけて乗ってみようよ。やった。おお。自分でハテナってちょっとよかった。まあそんなもんだよね。これを何回も連続で飛べるようになろう。もう飛べるっしょ。そこきます。
プッシュ。メイクったら、今日の第一段階クリア。いやー、メンタル弱い割には頑張りました。まだ終わってねえけどな。え、帰れないですか。帰れない。今日の目標これじゃないもん。これは練習の糧の位置だから。いやー、ハード。行きますか。さあ、一発目。あれってどんどん上がってくるし、まあ、最終的にはね。でもまだあれを解くのは大事でしょ。作るじゃん。そう、そっちにやってつま先立ちにする感じ、後ろテールを。そう。めっちゃ雨降ってきたよ。もう本当に残り何回ですか。3回泣きの？泣きの一回ですか。やばいやばい。丈夫な右手が、右手折れたらもう終わりってこと。右手折れたらさすがにもう自分の意思で切断する。あれ飛んだ？どうすんだ？本当の最後の1回で、本当の最後の1回。これでダメだったらボリューム3で。挑戦した。また。
次回お楽しみに。